はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。今回は XG からジューリンちゃんの Something Ain't Right。こちらのダンス解説をしていきたいなというところでございまして、もう、やばいっすね。すごすぎちゃって。な、んで、というところをいろいろとお話ししていこうかなというふうに思っているところでございまして、一応ラインナップ的にはこんな感じになります。ドーンということで、まあ本当にお一つ一つのポージングだったりですとか、あとそのグルーヴ感ですよね。えげつないほどのグルーヴ感ってどうやって出てるのっていうところだったりとか、で、今回は割とステップが重視になってくるかなというところもありまして、その足元、足さばきという部分についても注目していきたいなというふうに思うところでございます。そして、すごくバチバチにやっぱりタイトなダンスができるっていうところのジュリンちゃんの強さみたいな部分だったりとか、これ隠れ名シーンじゃないっていう、まあこの今回のプラクティス映像を見ていて気がついた部分と、ラストに世界に平和が訪れる時ということで、まああのシーンでございますね、というところをいろいろ見ていきたいなというところでございます。ということでいきましょう。まず最初6秒のところからでございまして、収録ボタンをファイということで、ですね、このあたりかな、ちょっと速度を落としながらになりますけれども、やはりポージングがめちゃくちゃ綺麗、ずーっと綺麗ですね。徹底的にこだわってらっしゃるのがもう一目でわかるポージングでございます。ここです。まだこれ1の前かな、ポーズをパッて取る一個前の段階なんですけれども、すでにやっぱりこの骨盤と肩の位置と首の位置っていうところのこの引っ張り合いですよね。角度の付け方が素晴らしくて、ここからパチンというところでこの彫刻のような美しいポージング、この左の肩からの腰にかけて、で腰からの左の足にかけてっていうところのこのライン感と、顎の上げ方、上の向き方、これがまた絶妙なラインを取っているというところに、しっかりとこの右足のおみ足が伸びている、このシルエット、本当にこのままアクスタにしたいぐらいのシルエットでございます。ポージングもう徹底的に完璧なの、やっぱりジュリンちゃんの一つの魅力でもございますので、まずは押さえていただきたいポイントでございますと。で、からの27秒、ちょっと先に進みましてですね、ここが、首の使い方とグルーヴ感ということでございまして、まあどういうところにジュリンちゃんの強みがあるのって言うと、やっぱり首元かなというふうに思うところでございます。ドンドンドン、グングン、タンタンドンカ、グイーングイーングイーン、はっていう感じでございます。ここ動きすごく速くて、テンポ感の刻みが目立つポイントではあるんですけれども、一つ一つの動き見ていくと、ここの手元手元っていう風にこういう風に触っていく部分で、手に対して首元でグググっていう風にこう取りに行くんですよね。これがパッパッパっていう首のこの左右の動きだけじゃなく、ちょっと前にグッて出て、グッて出て、グッて出てっていう風に、8の字を描いていくような首元の使い方をしていくので、単発になるっていうよりか、ここが線でこう取られていくようなニュアンスで見えてくるかなと。この線になることによってグルーブが生まれてくるっていうのが一つポイントでございますね、このあたりね。で、こういうところ、一個奥にグイってポーズ取るところも、首元から、ここで止まってて、もう一個奥にグイっていう風に入っていくんですね。で、これも首からグっていう風に押し込んでいくように使っていくというところで、起点となる部分が頭、首元っていうところになります。ここもですね、反対側向くときも首元から取っていくよっていうところ。ドン、下入ってから上がって、この後のこのステップ感好きな方多いんじゃないでしょうか。ちょっと体、顔を右側に傾けた状態で乗っていくところが Something ain't right というところの雰囲気もありますよね。ちょっと何かがっていう不思議さというか、グルーヴ感も出やすい、このそして首のこの回し感といいますかね、どちらかというと上半身をちょっと下げて首回していくという、首を独立させた状態で肩がこういう風に回っていくニュアンスになりますので、こういうところも実は首の使い方っていうところですね。頭先行でいくか、頭残しの体だけこうやって動いていくかみたいなポイントかなという風に思って見てます。素晴らしいですね。こ
こういう部分のちょっとしたアイソレーションの使い方がダンスに大きく影響してくるというところでも、これまた注目ポイントかなというふうに思いますね。で、からの35秒でございますけれども、空気感そして足元の使い方ということでいきましょう。グイッと出てきて Y の部分で出てきます。で、羽根感、この足元の羽根感とこの肩の上がり感っていうところが一緒に出てくるんですけども、ジュリンちゃんのこのやっぱ何でしょうね、体の中にあるバネの強さがものすごいですね。跳ねた時の高さももちろんありますし、着地した時の軽やかさもあるっていうところで、やっぱり筋肉がものすごく優れている、筋肉が優れているなっていう風に感じるポイント、ここら辺ですね。で、このあたりとかは少しその跳ね感からのちょっと滑らかさに変わっていくところ、ここの切り替え方もめちゃくちゃお上手で、骨盤できてからのポーズ取ってまたちょっとステップを踏んでいくんですけども、両膝ちょっと外側にグッと出していくところと、つま先見ていただくと、この右足でつま先で入りましたからの左足のつま先の付け方で、右足ついてまた左足つくっていうところなんですけど、かかとがずっと浮いた状態で、体の位置をキープしていくっていうところなので、その右側にこうスライドしていくようなニュアンスなんですけれども、左足を少しかかと浮かせることによって出てくる浮遊感のスライドみたいなものがここにあるんじゃないかなというふうに見ているところでございます。グーン、スイーン、スイーンっていう、このちょっとなんでしょう、真横にそのままこうスライドしていく感じで、左足の踏み込みがもうちょっと強いと、右足左足右足左足感が出ると思うんですけども、右足っていう感じですね。左足のインパクトというか印象をあんまり残さないようにすることによって出てくる、この右にスライドしていくところのグルーヴ感みたいな、そういうのがおそらくこの、かかとを浮かせるというところにあるんじゃないかなというところですね。はい。で、からの、サビの強さということで50秒ですかね。これはね、体感がめちゃくちゃ強いサビ。この前向いた状態、首をちょっと傾けてこの手を下ろしていくところ、これ皆さんやってみていただくとわかるんですけども、この手、思いっきり伸ばした状態で下ろしていくんですけど、これやってると体ちょっと揺れてきたりするんですよ。それが全くないこのジュリンちゃんの美しさで、前見てるところからの後ろ見ていただいて分かると思うんですけど、この広背筋ですね、背中の筋肉、肩甲骨あたりからしっかり持ってきて、上半身全身を使ってこうやってやってるんですけども、軸は全くこのブレない、びくともしないこの強靭なフィジカルっていうところ、これね、ちょっとやってみていただくと分かります。結構この腕の振りに体がちょっと持ってかれちゃいそうになるんですけども、全くその気配がないっていうところがまずすごいポイントですね。からの I can take it, you can take it、 こういうところの美しさ、しっかりと右手の方が上に来るっていうところですね。左手よりも右手の方が上に来て、その右手側に左手が入っていくっていうところのこのシルエット感ですね。前にギューンって出てくる時のやっぱりジュリンちゃんの勢いのつけ方も大事なポイントでございます。タタタ、一個一個手を上げる時にお顔も一緒にクッグッっていう風に上がってくるところがポイントになりますね。骨盤から入っていくところのこの歩き方ですね。骨盤から入っていって、で骨盤が右側から左側に行って、はいっていう感じですね。うんうん、ここですね。この1個目のこの傾けがあるのが素敵だよね。これなんですよ。ステップの軽やかさ、これスニーカーにも注目がいきますよね。この靴を履いて踊ったらジュリンちゃんみたいに踊れるかもしれないってちょっと思っちゃいますもん、本当に。この後は顔の振りですよね。ふんつったった、ふんつったった、ふんつったったって、この笑顔でキューンって返していくところのこの何でしょうね、軽快さ、明快さというか、明朗快活、表情もね、ギュッて入るところのこういうところとか、ここも骨盤にしっかり体重が乗ってる部分とかね、頭の振り感、
足元の蹴り感と表情と、いやすごいっすね、すごいですからの次行きましょうか。1分の52秒でバチバチでござるということで、ちょっと先に進みまして、ここドンツドンツドンツドン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 ダンダンドン、ここです。この前に出てくるところがだいぶ強いのがやっぱりジュリンちゃん、ドンツドンツ。この前もちょっとお話ししたんですけど、手元見ていただくと結構押し込み方が強いんですよね。この手首のこのあたりで、手元の上の方というよりかは下の方で押し付けていくように、手をこういう風に書いていくところで、下から今度は手を振って書いていくところもしっかり肩から上半身からかけて手をムチのようにしならせていってるかなと。でファニー撮った後のこのシルエットに僕ちょっと注目してまして、左足がちょっとこういう風に蹴り上がってくるんですよね。ファニーって撮った時の少しシルエットとしてヒップホップな形が見えてくるところ、これ多分ジュリンちゃんのダンススタイルのかっこよさになるんじゃないかなっていう風に思うんですけど、このここまでね、あの左足が蹴り上がってるのは実はジュリンちゃんだけなんですよ。でここの勢いに乗ったタイミングで左の足でちょっと蹴り上げるっていうかっこよさというかイケメン度みたいなものが出てくるのが、ジュリンちゃんのもともとこう培ってきた、あとは得意なヒップホップのダンスのスタイルのところから来てるんじゃないかなというふうに思ってて、でちょっと前にも両膝が外にガッて開いた状態で踊ってるっていう、割とメンズライクなスタイリングで踊られてる印象もあるんですけれども、そういうのがこのあたりで結構出てくるんですよね。一瞬こういう風にかっこよくガッっていうところで、もちろん揃えるところバチバチに揃ってるんですけれども、ふとした瞬間にその人らしい個性みたいなのが見えるよねっていうところで、僕が個人的にですけども注目しているのはここのジュリンちゃんのこのファニーの左足の蹴り方ですね。このシルエットがねめちゃくちゃまたかっこいいんですよ。ちょっとねいかついんですよね。ラストのここです。ドン、ドンの部分。ちょっと右足でギュって踏んでるかなっていう風に思うんですよね。ストップ感もすごく良くて、ドン、ギュンっていう風に止まった時に髪の毛がちょっとね、ブンってなるんですよ。このズンって止まった、そのヒットちょっと入れてるかなみたいな止まり感、ビターンってパチンって止まるっていうよりは、ズーンってちょっとこのズーンっていう揺れ感があるんですけど、このあたりを右足で踏み込んでる気がしていて、めちゃくちゃ細かいんですけど、音のズーンに合わせてその体の止まり感っていうのも、もうピタッじゃなくてズーンにしてるんじゃないかなというこの感じですね。ここのあの2つの髪の毛が触覚みたいに生えてるこの髪の毛がちょっとねフッて揺れるんですよ。ここに注目していただくと、ジュリンちゃんが、あ、今ヒット打ってるなとか、今アクセントちょっと強め取ってるんだな、みたいなのがわかります。あと、笑顔で踊ってるシーンとか、サビの時とか、とりわけ躍動感があるので、なんか感情もそのまんま伝わってんじゃないかなっていうふうにも思います。隠れ名シーンということで、2分の10秒。この後。ここ、ハービーちゃんのパートになりまして、後ろに今ジュリンちゃんいるんですけど、ジュリアちゃんの後ろから今度真ん中に出てきます。っていう時に、真ん中にそのまんまこの歩数で行くと、スッてここにもうジュリンちゃんが登場するんですけど、実はここでジュリンちゃん、止まってるんですね。そうなんですよ。ハービーちゃんパートっていうところに対して、ちゃんとこれ3、3っていう構成で見せていくので、ジュリアちゃんの後ろから出ないようにして、ここで出てくるっていうところなんですよ。さすが我らがリーダーということで、ちゃんとこれも見せ方として、ハービーちゃんにスポットを当てるところ、その後に自分にスポットが当たるところっていうのを明確にするために、ちゃんとここで一回待ってるっていう、後ろに行きますよね。ここなんですよ。でこの時の姿勢とかもタラララータラツタラタタじゃなくてタラララータラツタラタタっていう、その前にもう一歩出るところでちょっと耐えながらも音には乗り続けるっていう、あの虚無になるわけじゃなくて7つ7 7 7 7 7 7でここから出てくるっていうところなので、
でこの出てくる時のウォーキング歩き方もね素晴らしいですよね。でここのぐん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 も強いと、ドンツドンツドンツツン、これね、この上にちょっとこう見えない壁があってそれが降りてくるみたいな、この手の下ろし方、これもなんか上げたところから下ろす、ここでパッてパッてちゃんと止められるかっていう、うんっていう、やってみていただくと分かるんですけども、結構これ筋肉をずっと力入れ続けた状態で、うんあうんあうんあうん、止めて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 、この止め感でコンマ 0.2 秒ぐらい止めたところを維持してからの次に行って、維持してからの次に行って、維持してからの次に行って。ジャンプも高いですね。うん。さあ、そしてラストですね。2分の38秒が世界に平和が訪れる時ということで、ここもみんな絶対大好きパーツ。ここよね。この笑顔にやはりなんか全てが救われるというか、全てが報われる瞬間じゃないですけども、全部浄化されていく感じやばいっすよね。このヘーイってなるね。で前にぐんぐん出てきてくださるところで、この時の表情、この感じね、この感じね、いやーこの感じね、このステップ感ですよね。シルエットとね、これすごいっすよね。この軽やかさ、この軽やかなステップ感とリズム感のキープと、あとはその世界観のキープ、うん、あとはこの黄金のオーラというか、ここまで存分に足元から全身で表現できるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。XG さんたちの良さって、やっぱその音楽とのリンクというか、シンクロ具合といいますか、音楽の持つ感情、感性みたいなものを 100% こう体現できるっていうところが、このステップ一つとっても見えてくるので、すごいですよね。いやー、すごい。終わった後になんか、終わったんだけども終わった感じしないというか、このまんまもう一回音楽かかってそのまんま始まってしまうのではないかというぐらいの、この、なんだろう、汗一つかかない、このプロフェッショナルというかね、すごいですよね。僕とかやったらもうダラッダラですよ、もう。ただでも、その予定調和というか、練習してきたものが、ちゃんと成果として見えてきましたっていうところではもう全くないっていう、その、すべてを軽やかに、そしてナチュラルに表現されているっていうのがすごいなっていうふうに思って、まあ XG さんたちみんながそのレベルにいるっていうところが一番すごいことなんだよなというふうに思うんですけども、だからこそジュリンちゃんは XG さんたちのリーダーなんだなっていうのをもう納得せざるを得ない内容ですね。ここまでだから、まあ自分にも厳しく、パフォーマンスを求めているんだなっていうのも感じますし、でもやっぱりね、この笑顔見れるというところに、何かこう我々の日常のね、全てがこう浄化されるというか、ジュリンちゃんのダンスを見るというところも、また一つ音楽を楽しむというところとそのまま直接リンクしてくるっていう、ダンスを見てるっていう感じというよりかも、なんか音楽を見ている感じかなっていうふうに思うので、まあ、そのあたりも含めて、これからも引き続きジュリンちゃんのパフォーマンスをたくさん見ていただけたらなというふうに思うところでございます。ぜひ今回のダンスプラクティスビデオを見ていただけると。今ちょっと細切れで見ていただいたんですけども、通しで見ていただくと、やばいので、本当にやばいので、やっぱ業界トップクラスですね。間違いなくね、ここまで来るとね。はい。ということで、お話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。ということで、皆さんの感想もぜひぜひ下の方のコメント欄にいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。スイッ。